はい、どうも、にまろです。徳川吉宗の究極やっていきたいと思います。何気にクリアしたことなかったんやな。主なギミックは16バリア。おお、コミキューもおるな。あ、ワープ展開するんか。まあいいや、そこは適当で。惜しい。お、吉宗来た。アーサーとウリュウリ。よし。おお。簡単だね。意外と。イザナミが運極だったらよかったんだけどな。ちょっとワープが鬱陶しいな。21弾撃破。これはイザナミにも当てたい。めんどくせえな。ナイス。あー、ウリア当たってほしかったな。もう一回。惜しい。よかった、金剥がって。あ、意味なかったっけ。まあ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 、スライドしてみんなに当てるっていうやり方で。ああ、イザナミ外した。うわ、ワープ、うっとうしいな。貴族性が結構出てくるな。反動連れていった方が良かったかな。あー、ワープが美しい。よりによってワープザップが残ってしまった。これがラストターンかな。敵は少ないと見せかけて後から来るんだろう。さあ、どうしよう。天国へようこそ。いい幸せを約束してあげる。さらばじゃ。はい、ノーコンスピクリ。
いいね、過去のステージが復刻してくれる。2体、うん、初ゲット。はい、というわけで徳川吉宗、濃紺スピクリでした。ではでは。